ポッチの一日に密着してみようと思います。夕飯の準備取り掛かりたいと思います。お姉ちゃん、はぁって言ったらもうこうやって Tonight we're running on the right track。皆さんおはようございます。イモです。あ、ちょっと静かにしていただいてもいいですか。今日は私の姉ポッチの一日に密着してみようと思います。イエーイイエーイ。何言えばいいんだこういう時。そう、なんで撮ろうと思ったかというと、一視聴者として、一家族として、視聴してないだろ。視聴してないと言われてますけど、まあ、10本くらいは見てます。ありがとうございます。YouTuber はちょ楽ちんな仕事なんじゃないかなっていうところを今日は収めていきたいと思います。イエーイ。本当に普通の平日を選んだので、絶対に面白いことは起こらない普通の日常をお届けしたいと思います。任せてください皆さん。ちなみに今何時ですか。今は11時半で、みっちゃんは12時半くらいに家を出るので、いつも通りまだ起きておりません。私1ヶ月ほどこの家に一緒に住んでるので、もう知り尽くしてるんですけど、みっちゃんはだいたい10分ぐらい前に起きます。今日はちょっと早めに起こそうと思います。ベランダ通ってきたの。ジャポベランダ通ってきて起こそうね。
ほれ、起きろ、起きろ、起きろってやって。パン食べる。おはようございます。おはようございます。今日は一日密着させていただきます。今日は午後からなので、それに合わせて起きて、そうだ、何にも朝から一旦犬の一連の流れは終わったということで。そうですね、最近は朝起きて一番最初にまず犬ですね。ご飯をあげなきゃ。誰に？みっちゃんに？みんなに。はい、あげます。カピッ。あ、撮ってんの？撮ってるよ。もう撮ってないと思うよ。だって光ったりしてないし。で、隠れないよ。隠れないで。ちょっと。なっちゃん。パン焼けたよ。食べちゃうよ、パン。あ、いい匂いだね。大丈夫。カピ。いただきます。おいしい。なんかずっと雨じゃない？梅雨だもん。嫌だ。ダリ、一応やめるんだ。どれ買うした？いや、食べる時点で。今日は夜遅めまでのスケジュールです。え、なんか怒ってる？怒ってる。なんで餌に怒ってる？何に怒ってる？食べれないって。食べづらいって。タレちゃん食べづらいの？それ。見えないのかな？見えないんじゃない？ケース取ったらもうちょっと楽になる気がする。かわいそうになっちゃう。もう見えないの。
がサイレンに向かってまた怒ってた。あ、うちしてると思った。ここ？うん。ここ？見失ってるじゃん。おはようございます。今日は YouTuber の一日に密着をしたいと思います。イエーイ。今日の一日のスケジュールを教えてください。私は今日もう仕事に出かけて9時くらいまで帰ってこないので、まあ、YouTuber というかっていう感じですね。社会人の一日になりますかね。じゃあ家で彼女が何をしているのか知りたいですよね、はい、知りたいです。実は寝てんじゃねえのかって。でもどうせ今日だけは寝ないんだろうかって。いや寝てないな、多分そんな人じゃないな。ごめんね。何をしてますか？歯を磨いてます。歯を磨いてますね。歯を磨いちゃいけないのかな、ベッドで。自分がいいならいいと思いますよ。いや、そんなことで寝てしまうんじゃないかという心配が。でも携帯が見つからないから、はい、もしかしたらのことはある。もしかしたらなんだろう。これ一心同体じゃない？全然痛いでしょ。うん。いつもこの眠いわけじゃない。いや、いつもですね。いやいや、今日は少し余裕のある一日ですね。はい。早めに起こされて何か。お探しの携帯はこちらに。先ほど自分で持ってきていましたね。あ、どうぞ。すいません。どうだ、見てたもん。ポッチ完成で大丈夫ですか？いつも仕事の日はナチュラルメイクです。え、何してんの？お昼納豆巻き持ってく？やだやだ。かっこいい。好きじゃん。あのおかず持ってくじゃん。あ、そう、買いたい。じゃあ、あれ食べちゃっていいですか？カピッ。え、なんか忘れてる。多分下雨降ってるからね。あ、そうだったね。私の携帯。
35分だ。どうしたの、ジョコ。どうしたの。なんかどさくさに紛れてるね。ファミリークローズ、ポーチとして使った。恥ずかしい。持っている？あ、じゃあさ、あれ、着いたらさ、シャメって送ってもらっていい？今日出してこようと思って。はい。声一緒やん。みちこですね。ま、一緒でしょ？七夕のさ、あれってなんていうの？短冊。短冊。インスタの方がかかるけど。これからお昼です。今日の仕事の進み具合はいかがですか？まあまあ、やりたいと思ってることはいっぱいある。そうだ。こうするか？そりゃそうだ。飛んだ、飛んだよ。うん、うまい。どこ行くの、どこ行くの、ダリー、どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの。おー、あ、それチョコのクッションだよ。チョコちゃん、姉ちゃん出かけるってよ。出かけるって。でっかい、でっかい、ダリー。出かけるってよ。そこでいいの？バイバイ、そこでやる？なりちゃん、ベッド洗ったよ。あ、帰ったね。行ってくるね。はい。今からどこに出かけますか？郵便局と銀行と夕飯の買い物に行ってきます。よろしくお願いします。はい。これどうだる？ない、マスクがなんかいい香りになるやつだっけ。いや、スースーするやつ。スースース、前髪めっちゃ割れてるよ。いいんだから仕方ないんだよね。今日ね、それ塩をしたせいでさ、濡れてんの。え、やだ、汚な。いつ乾くの？今、仕事を終えました。みちが今日は急遽長引いてしまって、今何時？今9時半で、私とイモはちょっと手伝いをしてくれてて、一緒に今までパソコンを2人でカタカタしていて、これからちょっとみちがあと1時間ぐらいかなって帰ってくる気がするので、夕飯の準備に取り掛かりたいと思います。今日の夜ご飯はこちら、プルコギです。で、あと勧められて買ってしまったサーモン。でも今から焼いたらとてつもなく早すぎるので、とりあえずサーモン切ります。みちがそろそろ帰ってくるということで、プルコギを焼きます。見て、月見、液見できた。焼いてるよ。じゃじゃーん、プルコギ。おかえり。チョコちゃん、なんで来なかったの？チョコ。
外に出たい欲がさ、今日雨だったからさ。どうでしたか今日の一日の様子を撮ってないので。あ、自己報告でお願いします。すいません。私、うん、はい。報告必要これ。仕事をしてました。ずっと。ちょっと寝てはしまった。ちょっと寝てしまった。絶対寝てるだろうと思ったよ。さっき電話した時は眠かった。かなり眠かったですね。ご飯食べようか。その辺で。いただきます。いつも通りの生活を、うんうん、基本的には犬に振り回されてはいるよ、うんうん、そこは本気で振り回されてるところはやっぱり動画とか回せられないから、うん、マジで撮ればよかったって思った時は、ああやばかった。ダリがこう走り回って別にご飯とか食べた後じゃなかったからベッドの上にねポンって一回置いたの、うん、それなんかイエイみたいな感じになってそしたらって踏ん張り始めたの体格でね。そしたらお姉ちゃんはっって言ったらもうこうやってキャリングしてこっと撮ってない。あ、なに動画これをこうやって言ってしっかり受け取ってそれなんかはっ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 てなってもうこういう感じでこういう感じで一番遠いもう体格線、もう体格線、うんこキャッチャーさせていただいてもうこういう感じ右上、右上でこの方がティッシュをこうやってやろうとしてスピード感とねこんなのは無理と思ってだいぶやばマジやばかったもうめっちゃ面白かった危機一発、うん、危機一発めっちゃ面白かったねあれ、あれは神聖なるベッドだからさ、あれなのかなあのベッドに犬をあげるっていうのはありえない行為なのかなでもちょっとさ、なんか床にいないでほしい時とかってどうすればいいのか分かんなくないはい、ということで今日は一日密着してみました。イエイ芋プレゼンツなんだ。そうだよ。本当に本当に普通の日だったと思うんですけど、はい、いつも通りに過ごせましたか。はい、はい、実にいつも通りにしか過ごしない。正直に言ってちょっとだけ朝はいつも通りに起きました。ちょっとだけ早く起きましたね。そうだ、いつもはもっとバッタバタで出ていく時も結構ある。なんか起こされたから早めにだから起きちゃったし、なんかだって起きたらもう化粧してるし、ね、なんか怖いよね。でも私はでも正直、うん、今日ちょっとメイクはして帰ってきた。思った思った。いつもマスクの上しかしない。マスクの上しかしないし、眉毛と、まあ、若干ここら辺ピンクっぽくしてマスカラとかは塗らないんだけど、リップもチーク。さすが YouTuber。 さすがに、さすが YouTuber。 基本的にずっと編集してた。いつも通り、いつも通り無言でパソコンと向き合って電話をあなたとして、またパソコン。今日電話少なかった。今日少なかった。もう寝てて機嫌がすごい悪かったから眠かった。昨日のライブ配信のお酒と、ね、いろいろ体調の方もあってちょっと眠すぎて、今日はちょっとお姉ちゃんがメインだったから、家にいたから、次は次回いつかみっちゃんに。それこそ寝てるよ。仕事してない時何もしてない。確かに、うん、確かにつまんないねそれ、うん、でも現実やっぱ見せないといけないから、やっぱリアルを見てほしい。そう、大事大事。1日でずっとさ、定点カメラでさ、支出を置いとくだけっていう。そうだよ、リアルを見てもらうため、そういうのも次回はね。そう、リアルリアルってうるさいの今日1日ずーっと言ってるから。いや、分かんないで、 YouTuber のやっぱ1日みたいな作ってるかもしんないじゃん。あー、確かに。分かんないじゃん、そこって。これがリアルですよ。そう、これがリアルですよ、見せていきたい、私は。一視聴者として。なるほどね。もう今さ、人物って出るじゃん。それが一回赤ちゃんって変わったの。え、誰誰が赤ちゃんに認識されたの。あなたしかいないよね。違う。リアルってもう俺しか。カトゥーン好きなのかなみたいな。リアルフェイス。ギリギリでいつもいい。こんな感じで一日リアル、リアル、リアルな一日をお届けしました。はい、いかがだったでしょうか。はい、この動画が面白かったなって思った人はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。そして私たちは SNS もやってますので、 Twitter、Instagram、アメブロ、TikTok、 ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。